県間市寺院ティルネルベーリ県は、インド南部のタミルナード州に属する30の県の一つ。県庁所在地はティルネルベーリ。2001年の国勢調査では、面積6810平方キロメートル、人口272万3988人、人口密度は400人、平方キロメートル。北は、ビルドゥナガル県、東は、トゥー・トゥクディ県、南西は、 カンニア・アクマリ県に接し、西はケーララ州、南はインド洋である。県の中部にターミラ・パラニガーが流れる。古くはパーンディア・朝の首都であった。詳細はティルネルベイリを参照。1801年にイギリスがアルコットのナワーブから譲り受け、ティルネルベイリ県が発足した。当初の県とはパーライアン交代でパーライアッカーラルに備えた。 軍事基地と県庁が置かれた。イギリス領インド帝国マドラス管区時代までは、ティンネベリ県という英語名が正式名称であった。その後、マドラス州に所属し、さらに1968年にタミル・ナード州発足に伴い、その所属となる。しかし本県は、1986年にチダンバラ・ナール県とねらいかったボンマン県に分かれて、一旦消滅する。その後、 狙い勝ったボンマン県は、ティルネルベーリー勝ったボンマン県に、さらに1996年に改称して、ティルネルベーリー県となって、現在に至っているものである。ティルネルベーリー県は、以下の11の軍に、区分けされている。ティルネルベーリー県は、以下の19の群に、区分けされている。ありがとうございます。